手間取らせやがって。 手間取らせやがって。 初乗り料金700円。 かしこまりました。それでは出発いたします。 伊達さん、すみません、患者さんですか？でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ、あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。 とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて今もそのまま逃げている。ひき逃げ、大丈夫か桐生？ いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ。お前に見せたいものがある。 事故にあった時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？ この子が、はるかの、まさか。いや、まさかじゃない。
名前はハルトだ。あれ、つまりこの子はハルカの子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない、自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥香がいつからカムロ町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥香の意識が戻らねえと。回復の見込みは？今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが自分はそろそろ、まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ、本庄さんだったな。うん。遥香が事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずの遥香がいつの間にかカムロ町に来て事故に遭った。わけがわからねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それに何より、本当にこの事故は偶然なのか。ハルカが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ、絶対に。待て、いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上海と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとするとそいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。
中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東条会の六代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東条会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが町中に散って、東条会のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東条会も中国人と見りゃ仇だろうが、町から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東条会、西洋会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。ん？韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に二度進出して東条会に叩き潰されている。一度目は30年以上前、そして二度目は10年前。その時はあんたも東条会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もうずいぶん昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東条会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん。あの帽子をかぶった男か。いつからいた。気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それとも
この事故現場を見に来たか。どうする？こっちから挨拶してみるぞ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介させてやる。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる？くそ、待て、逃げろ。じゃあの止まれ。誰だお前は。なんであの場所で俺を見張ってた？見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前、東城会の人間か？ええ、東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家。ご無礼をお許しください。四代目、親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカマロ町を離れていたし、今日来たことを東城会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か？俺は東城会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。